ね、今まだ7時前ぐらいかな、かなり朝早くて朝駆けなんだけど、なんかお昼ぐらいから天気悪くなるっていうんで、その前ちょっと朝駆けしてこようかな、朝走りしてこようかなと思って、モーニング決めてこようかなと思ってます。モーニングって本当にただ朝食うだけでモーニングメニューじゃないんだけど、お粥を食べに行こうかなって鼻水出ちゃっていやいや多分ね、えお粥を食べにそんな朝6時台からバイクで行くって多分思う人多いと思う。いろいろ突っ込みたいところあると思うんですよね。もう分かるよ気持ち、分かるよ君の気持ち。多分みんなが思うのは、えわざわざお粥を外で食べに、お店に食べに行くのっていう人も多分いると思うんだよね。あのお米がパチャパチャ泳いでるみたいなやつでしょ、みたいな浅瀬で、あんなのペロンって家で済んじゃんって思う人いると思うんだけど、いやこれがね大人気なんですよ。中華街のおかゆ専門店に行くんだけどなんなら おかゆ専門店に今から行くんですよ、中華街のね。いやいやこれがね大人気なんですよ。むしろ中華街の中でも屈指の人気店と言っていいでしょう。しかもおかゆ専門店だから。え、おかゆ専門店ってそんなの経営やっていけるわけって思う人もいるかもしれないけど、いや確かね創業70年やってるお店ですよ、中華街でやっていけるどころか中華街のちょっとした看板ですよマジでかなり並んだりします。別に朝お得なメニューがあったりするわけじゃないんだけど、平日はねもう朝早いからさ、寒くて今唇まんねんだよなんだったら仕事の朝のバイク通勤より早いから今日ちょっとね知り合いに前その中華街のねあのお話したら、知り合いも行ってみたいって前から言ってたんで、じゃあどうせ俺も朝決めるんだったら誘ってみて一緒に行こうかなと思って、だからこういうルートで今行ってるんですけど、なんだったらおかゆ専門店でやっていけるのって言うけど、なんだったら2号店あるんで、しかも中華街の中に、味が若干違うのかな、でも俺からするとまあ一応まあ世の中的には同じ2号店なんで、なんだったらその直売みたいなおかゆを買って帰れる工場みたいなやつもあるし、結構人気ですよ、はい。しかも昔からあるんで、横浜市民の人だったら、昔からいる横浜市民の人だったらね、中華街のおかゆ専門店っつったらあそこかな、もしかしたらあっちとか思うかもしれないけど、おかゆで結構1000円するかしないかぐらいだったかな、おかゆで。おかゆで1000円高くねって思うかもしれないけど、通常サイズ丼で出てくるからなんかね多分中国の食文化では中華粥みたいなのは割とスタンダードなのかな、俺あんまりそういう食文化わかんないんだけど、美味しいですよ、俺も食べたことあるんで、もう随分行ってないけどね。なんかねやっぱね並ぶイメージがあるから、結構ねいろんなおかゆがあるんですよ、海鮮系とか鶏とか。本店と2号店の違いは、本店は昔ながらの中華屋さんって感じで、2号店はちょっとカフェじゃないけどちょっと内装が綺麗になってて広いんですよ、確か席数も多いで、多分営業時間も違うんだよね。2号店の方は朝土日祝は9時からやってんのかな、もうどっちで食うか分かんないけど、どっちでもいいんですけど、なんか本店の方が美味しいっていう人もいますね、どっちもあんまり変わんないっていう人もいるし、どっちかどっちだったら後で知り合いとちょっとどっちがオープン何時でどっちにするか、土日ともなるとね朝から開店前から並んでたりして、マジって思うかもしんないけど、例えば9時オープンで9時半とかになったら多分満席、下手したら満席、その 本店の方とかね、下手したら満席とか8割方埋まっちゃうかもしれないです。お店をこうぐるっと行列が
いや、そういうイメージ。冬だから寒いからみんな少ないかな。普通に横浜市民の人でも食べに行く人いるでしょうし、逆にこう観光の人でね、中華街そばに泊まるとアクセス結構いいじゃないですか、横浜観光ってね。山下公園も近いし、大桟橋とかその港未来の夜景とかね、いろんな港未来エリアも近いから、拠点にね、中華街エリアで泊まった人なんかは、まあビジネスとかでもね、朝ねちょっと朝食を中華街で決める、せっかく来たから中華街で何か食べたいな、朝やってるとこないかなっつってお買い屋さんがあったら、あ、中華街なんかいいねみたいな、面白いねって感じで食べる人も結構いると思いますね。最近さ、体調をずっと崩して、多分風邪だと思うんですけど、俺あんまりね、体調割と元気な方なんですよ、体が。あんまりこう調子悪くなったりしないんだけど、そんな大きくね。たまに崩すとがっつりやられるタイプなんですよね。この3週間ぐらいずっとなんか、あの、もちろんバイクはね、仕事だったり普通に出かける時だったり、なんだかんだで日常的に毎日乗ってはいるんだけど、休みの日にツーリング、すごい天気いい日とかあって、あったかくて20度とか、まさにツーリング日和な日とかあったんだけど、仕事のこととかいろいろ考えて調子すごい悪かったんで、ずっと家にいたんですよ一人で絵を描いたりしてて、ほとんど出かけずにね過ごしてたんで、そのツーリングみたいなのには出てないし、ましてやこれ録画することもずっとなかったんで、3週間ぶりぐらい、もっと1ヶ月ぶりぐらいかな、わかんないけど、だいぶお久しぶりですよ。まあ、どんな感じでやってたかわかんない、これ録画するとき俺こんな感じだった普段そんなめちゃくちゃ喋る方じゃないからさ、クールな感じなんで。なんか YouTube でね、ちょっとバイクの、このバイクのことじゃないんだけど、違うバイクのことを調べてたら、なんか元ブロが YouTuber かなんかの動画にぶち当たっちゃったんですよ。そしたらいきなり自分の家の中から始まって、メット姿の自撮りみたいのから始まってね、なんか家の中のすごい普通の家の普通のところになんかサンドバッグみたいな吊るしてて、ヘルメット姿で自分の体を映してペンペンペンとかで、なんかすげえしょぼいシャドーボクシングみたいなのをサンドバッグに対してピョンピョンピョンとかやってて、うわっうわーってなりました。なんでこいつ気持ち悪いなと思って。いや、申し訳ねえけど、すっげえ気持ち悪いよ。やめた方がいいよ、マジ。超気持ち悪かったよ。大変だなと思って、YouTuber とか元ブロガーとかの人たちはね、そういう風にネタに走らなくちゃいけないんでしょうね、なんかね。普段、そんなことするタイプか知らないけど、動画のためになんかやってるんでしょうね。俺もなんかやってたっけ、俺どんなんだった。俺は逆にね、動画をあまり多くの人に見られたくないがためにやってる部分とかあるんですけど、逆方向でね、あ、俺もやってんのか、そしたら面白いとか人気が出ないとかじゃなくて、逆に人気出たくないとか、こいつの動画見ないにしようとか思われたくてやってたりすることもあるんですけどねやめちまえそんなことやすんだったらやめちまえって言われたら僕思ってもらうんだけど、ただの趣味なんでね、動画を投稿することとイコールみんながね YouTube で人気者になりたいとか、チヤホヤされたいとか、お金儲けしたいってわけでもないんでね、俺みたいなのがいてもいいんじゃないですか。理想は熱心な50人ぐらいの人とワイワイやってたいですね壺の近い人たちと。もっと理想はなんだろうな、そうだな、バイク乗らない人とかで、まあ、壺が近いって言ってもね、バイクに熱心な人はきっとバイク動画だったら何でも好きだと思うんですけど、全然バイク乗んないよとかいう人で、他のバイク動画を見てなかったり、他のバイク動画を見てないけど見ちゃうとかね、バイクむしろ乗ってないか全然知らないけど俺のだけは好きとか、そういう人が50人ぐらいいたら最高だねって思います。待ち合わせで行ってきます。はい、ちょっと後からね声入れていきます。これが朝8時
半だったか20分だったかそれぐらいの中華街で、まあこんなガラガラの中華街を見ることもなかなかないですよね。で、これが社天気って読むんですけど、社天気本店。さすがにね、まだ朝早かったし、あ、これおかゆね。開店30分以上前だったんですけど、この日ね、雨予報で、で、真冬の気温で、さすがにまだ並んでなかったっていうのもあるんですけど、多分一番のなぜかっていうと、こっから歩いて2、3分ところに2号店があって、もうすぐやってるんで、あそこで並ぶぐらいだったら2号店行こうかってなるんだと思います。で、これね、本店と2号店の間に、なんかおかゆと餃子とかの朝モーニングセットやってる店があったんですよね。めちゃめちゃ入ってました。こんな知らなかった。久々に来たから。で、これ2号店です。人が多すぎてあんま取れなかったんですけど、だいぶ並んでて、で、昔と違ってなんか QR コードをピッてやって、紙をブーンってやるやつで、その QR コードを読み取って、今何分待ちだよ、待ちが何組いるよってありました。で、14組待ちだったんで、本店に行きました。これが本店です。あの揚げパンみたいのがおかゆに入ってます。で、これがね、名物の唐揚げで、カレー味の下味がついてて、そこに梅肉ソースみたいのをつけて食べるんですよ。まあ、これがうまいんですよ。で、これが中華粥。中に具が入ってて、かき回すと具が出てきます。俺は豚肉粥にしました。つみれみたいな。で、さっきのネギと醤油みたいな小皿にあったやつを味変じゃないですけど、薄いなと思った人は、やったり味変したりします。で、これが、出た直後の社天気、食べ終わった後ね、めちゃくちゃ並んでました。オープン15分前ぐらいになったら、もうね、2、30人並んでました。自分たちは早く着いちゃったんで、開店すぐの第1巡目で入れたんですけど、で、お粥自体も、全然美味しいです。一般的なお粥とまたちょっと違って、なんかね、生の米の状態から何時間も煮込んで、4時間とか言ったかな、具材と一緒になんか煮込んだりしてお粥を作ってるそうですよ。まあ、言ってもお粥なんで、そんなすごいこうハイレベルな調理をしてるわけじゃないじゃないですか。まあ、こう言ったらいけないのかもしれないけど、だからもうめちゃくちゃもう度肝抜かれるような美味しい、なんじゃこりゃっていうことで多分なんない。まあそれはわかると思うんですよ。お粥って料理の特性上ね。シンプルだから。まあだけど、よく言われてるのが、普通のお粥はあんまり好きじゃないけど、社天気のお粥は好きで美味しいと思って食べるとか、まあ丼サイズだけど、もう全然食べれちゃうとか、まあ途中で味変したり、トッピングもできたりするんで、で、いろんなね、もつ粥とか、海鮮系とか、お肉系とか、なんか貝柱が人気なのかな？まあいろいろあります。パンみたい、揚げパンみたいなやつもトッピングできるし、で、俺のね、豚肉粥美味しかったですよ、すごい。久々に食ったけど美味しかったですね。まあでも、普通に美味しい。普通に？まあ全然美味しいですよ。あ、美味しいねって感じ。何より、お粥専門店にお粥を食べに行くっていう体験自体が新鮮なんで、それも込みで美味しいし楽しいって感じかな。普通のお粥は米が結構残ってるけど、米の形があんまり残ってないっつって知人は言ってました。あ、確かになと思って、それぐらいトロッとこう煮込まれてて、サラサラトロトロっとして、丼で飽きるかなと思ったけど、飽きもせずね、ペロッと食べて。でもお腹いっぱいです。食べやすいからペロペロペロ、ペロペロペロとは食べてないけど、スン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 って食べ進めてるんだけど、やっぱりその水分というか、膨らんでるというか、量が量なんで、もう普通にお腹いっぱいでした。で、そのまま、やっぱ知り合いと一緒なんで、なんか、動画みたいにするのあんま好きじゃないから、そのまま喋らずに、うっかり忘れてたんですけど、まあこんな感じで中華粥専門店っていう感じなので気になる人とかね一回食べてみてもいいと思います。すごい人気店なんで、まあ待ったりするかもしれないですけど、タイミングが合えば体験してみてもいいんじゃないですかね。行ってみてください。